ボートレース芦屋で開催の日本未来プロジェクト競争 in 芦屋、初日メインカードドリームレースです。1号艇福岡の増田圭司、2号艇東京の福来剛、3号艇長崎の赤坂俊介、4号艇三重の中島健一郎、5号艇東京の渡辺武郎、6号艇福井の西橋奈美、以上のメンバーです。今地元の1号艇増田圭司が入ります。さあ地元期待の増田、ここバチッと制し初日幸先船出といきますか。陰線です。2コース2号艇福来剛、前走地 V ゴールを飾り勢いよく芦屋へ転戦です。3コース当地は連覇の実績があるプールです。3号艇赤坂俊介、4コース稼働初戦逃げて甲船で4号艇中島健一郎、5コース5号艇渡辺武郎、直前今年3度目の V 飾っています。大外は大好きな芦屋で今回も華麗な走り見せちゃいますか。6号艇西橋奈美、3対3です。内から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。ドリームレースの第12レース、1番2番そして4番5番いいスタート。逃げる1号艇の増田圭司、2号艇の福来剛が刺していく、さらに5番4番と向こう正面へ。1号艇増田逃げました。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の増田圭司、2番手は2番4番6番が固まった状態から2マーク、トップ1号艇増田が折り返した後、2番手握って待った2号艇の福来、その内側から4番6番とホーム側、2番手の接戦は2号艇の福来剛が前、6号艇西橋奈美3番手。レースは2周目に入りました。先頭は1号艇の増田圭司です。向こう正面へ。2番手に2号艇の福来剛、3番手6号艇の西橋奈美、上位3艇は1番2番6番、後続は3号艇赤坂俊介、4号艇中島健一郎、5号艇渡辺武郎となっています。2マークトップは1号艇増田圭司、2番手2号艇福来剛、3番手は6号艇の西橋奈美、先頭から1番2番6番の台形でレースは最終周回へと入りました。今日は朝から雨が降ったりやんだりでしたが、最終カードドリームレースは晴れ空の下での競争。最後のバック、先頭は1号艇増田圭司、2番手は2号艇福来剛、3番手6号艇西橋奈美、1、2、6、この決着3連単は 19.5 倍となっています。最終コーナー先頭は1号艇増田圭司、ドリームを制すのは地元増田、そして2番手が2号艇の福来、3番手は6号艇の西橋、1、2、6の上位体系でドリームレースまもなくゴール。先頭1番五輪、2番五輪、6番五輪、3番五輪、4番五輪、5番五輪、以上全艇五輪しました。